p v m アイズ dlokgsrki, t n 6ポロックと、その分量広告 p, ポロツク広告 v, ビテプスク広告 l, ルコームリ広告 d, ドルツク広告 o, ロゴジュスク広告 m, ミンスク広告アイズ、イジャスラブリ広告 g, ゲルチケ広告 k, クケノス広告周辺の、主な広告、都市 S、スモレンスク広告 ki, キエフ広告 n, ノブゴロド広告 T、トゥーロフ広告 R、リガシックス、ビリニュスクケのノス広告は、1180年代から1208年にかけて、クケノイスを首都として成立していた、ポロツク広告の分量広告である。統治者としては、ブヤチコという人物のみが知られているが、ブヤチコの出自に関しては、複数の説がある。広告の歴史に関しては、 マクデブルク出身のハインリヒホンレットラントによって書かれたリボニア年代記が主たる資料となっている。それによれば13世紀初頭にはクケーノス広国領をポロツク広国の風神であるブヤチコが統治しリボニア体験騎士団と戦ったことが記されている。ただしクケーノス広国領の正確な国境線や成立時期に関しては不明である。1205年 クケーノス公国の一部は、ブヤチコによって、リトバ族に居住していた東、バルト系部族からの被護を交換条件として、リガ市教アルベルトに譲渡された。しかし1207年に、ブヤチコは捕獲され、リガへ送られたが、後に、リガ市教によって解放されるということが起きている。ポロック広国からの資金援助は、ブヤチコが十字軍勢力と戦い続けるには、十分ではなく、 1208年に、ブヤチコは、クケーノスに火をかけ、ルーシへと去った。クケーノス広告領は、リボニア体験騎士団に制圧され、リガ市教領となった。ブロックハウスエフロン百科事典、1890から1907、123から127、ありがとうございます。